この構造は鉄筋か鉄骨っぽいですね。まあ意外と木造かもしれないですけどね。はい、皆さんこんにちは。自称レゴビルダーのヒロゲです。はい、では今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらです。レゴクラシック、あ、じゃなかった、レゴクリエイタースケボーハウスです。はい、ついに来ましたね。福袋に入ってた、まあ鳥です。めちゃくちゃでかいやつです。動画概要欄に載せときますので、ぜひ見てください。はい、それでは早速レビューいきましょう。はい、もう僕としてレゴクリエイターをレビューするのはこれが初めてです。まあ僕建築の専門学校に行ってるんですけど、こういう家のまあ設計もちょっと楽しそうですね。裏側はこのようになってます。まあこれは3つのうち1つ作れるということで、まあ3セット分がまあ並んでます。はい、それでは開けていきたいと思います。はい、それでは開けていきます。おお、うわ、すごい。うわ、いっぱい入ってる。さすが。うわ、5000円するだけあります。はい、中はこのようになってます。珍しく説明書が袋の中に入ってます。で、まずはこのベースプレートがあって、小さい袋が2つと、まあ普通の大きさの袋が1つと、まあ大きい袋が1つ入ってます。まずは袋からすべて取り出します。うわ、いっぱいある。はい、中に入ってたパーツです。もう画面に入らないぐらいありますね。これはちょっと作りがいがあって大変そうですね。はい、説明書は分厚いです。まあさすが、まあ3分の1だけあって結構ありますね。はい、それぞれの作り方のページ数がここに載ってます。今回はこちらのスケボーハウス、こちらを作っていきます。おお、すごい。
この構造は鉄筋か鉄骨っぽいですね。まあ意外と木造かもしれないですけどね。おお、これシャッターと思ったら普通の窓なんですね。おお、ちゃんと入った、すごい。部分が2階になるんですね。うっと、うわー、なんかスッと入ってちょっと気持ちいいですね。おお、なんか家っぽくなってきた、すごい。まあ、構造的に鉄筋コンクリートだと思います。おお、ピザが入ってる。ピザ地べたに置くの？なんか嫌だな。これ。こういうボールジョイントの使い方もあるんですね。これなんだろう、カメラかな？それか照明だと思いますね。まあわかんないけど。あれ、どこ行った？あ、びっくりした、ないんだ。あー、これ今流行りの、まあ、ボルダリングってやつですかね。ちょっとまあ僕もよくわかんないですけど。おー、なんかスポーツセンターにありそうなイメージがありますね。あ、なるほど。これ、街灯部分ですかね、玄関の。わあ、なんか家っぽくなってきましたね。おお、またスッと入った。これいいな。
うわーすごい、スロープ部分いいっすね。さすがスケボーハウスだけある。はい、スケボーハウスが完成しました。おお、やっぱいいですね。はい、ではスケボーハウスの、まあ、外観です。全体はこのようになってます。これは多分ローラースケートですね。フィギュアの取っ手部分があるので、このようにフィギュアを乗せることができます。コロ走行はしないですね。はい、では近くで見ていきます。屋上部分が、こういうバスケットの、まあ、ゴールになってるので、多分これがボールですね。これで、まあ、バスケットゴールに、まあ、ダンクシュートしたりとかできますね。スケボーハウスということで、まあ、こういうちょっと斜面があります。で、スケボーもあるので、フィギュアもこのまま滑らすことができます。あ、落ちちゃった。こうかな。まあ、手で動かして、まあ、こうするやつですね。こうやって、まあ、まあ、動かします。まあ、実際は、まあ、滑らないんですけど。で次はこの部分ですね。これは多分ボルダリングですね。いやー、よくできてるな、これ。はい、取っ手の部分を待たせれば、もうさながら、ボルダリングをしている人に見えますね。はい、屋上部分です。これが多分ドリンクですね。で、これが、まあ、ピザですね。ちょっと地べたにピザ置くのどうだろう。で、この部分は、照明ですかね。それか、カメラだと思いますね。はい、では建物の中身です。これは多分おそらくソファーですね。ソファーで、まあ、こうやって、まあ、テレビを見るっていう、いいですね。まあ下はちゃんとした家になってます。あ、これが、まあ、テレビで、でこれが、まあ、ソファー、まあござーだと思います。でこれが多分ラジオですね。はい、おー、ちょっと小さいながらよくできてますね。はい、ではスケボーハウスの説明は以上です。はい、というわけで、レゴクリエイタースケボーハウスを紹介いたしました。いや、すごいな、これ、ほんと。ちなみに僕、クリエイターは、まあ、何個か買ったことあるんですけど、こういう、まあ、ハウス系、まあ、家系はちょっと買ったことないんですけど、もうめっちゃすごいです。ちょっとざっくりめな、ちょっと感想で申し訳ないです。いや、もうこれほんとすごいですよ。まあ、ちゃんとスケボーハウスにちなんで、ちゃんと、まあ、スケボーもできるとこもあれば、まあ、こういうクライミングとかもあるので、僕結構すごいと思いました。あ、ちなみに僕お気に入りは、まあ、これですね。ローラースケートが僕お気に入りました。レゴクリエイター 3-in-1 ということで、まあ、残りの、まあ、2つの、まあ、キットをこちらを作っていきます。はい、では次の動画ではこちらのスケボー場、こちらを作っていきます。はい、今回の動画よろしければ高評価お願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストなどお待ちしております。以上、ひろげーでした。ありがとうございました。はい、動画を見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメントや高評価やリクエストなどお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほうなら。